ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がトヨタ GR ヤリス2021年式5600キロこちらの車両になります。先にちょっといいですか。はい。先ほど板金工場のボンドボディの方でちょっとした作業をしてまして、はい、そのまま来ちゃったんでいつにも増してカジュアルなんですけど、あ、そうですか、はい、その点はちょっとご了承くださいませ、はい、ということで今回ご紹介させていただくのがこの GR ヤリス、はい、これあの買い取りさせていただいたお車ということで、はい、ボンドに国産車が、はい、もしかしたら思う方いらっしゃるかもしれないですけど、はい、歴代輸入車触らせていただいている関係で、はい、まあ、輸入車はそのまま触らせていただいたりご入庫いただく機会が多いんですけども、はい、基本的には別に国産車とかっていう、まあ、あのお客さんにオーダーいただいて、ね、販売することはもちろんあるので、あの全く扱ってないということではないんですけど、まあ、ちょっと、ね、裾野が広がっていくと車屋さん的に軸がなくなっちゃうので、まあ、そこら辺はだからレクサスだったりだとか、 あとトヨタのこの辺の趣味性が強い車は特にあの触らせていただいたりとかっていう機会も少なくないんですよ、はい、まあ、そうですね、はい、なので、まあ、今回、ね、買い取りという方でご縁があったので、また作りも、ね、まあ、ちょっと輸入車に近いすごい作りになっているので、まあ、ちょっとぜひ紹介させていただければなという感じですね、はい、というわけでこちらをご紹介させていただきます、はい、でまずグレードのところなんですけども、今回ご紹介させていただくのがもうトップレンジの RZ ハイパフォーマンスっていうグレードになると、はい、であのヤリスこれグレードで結構違うんですよね。全然違いますね。価格帯的にも新車で100万以上違ってきますもんね。幅があると思う。でなんか結構国産車ってそんなにこうグレードによる装備の多少差ぐらいかなと思ったら、はいはい、この GR ヤリスの場合だと全然違って、はい、他にも RZ とか RS、RC っていうグレードがあるんですけど、はい、大きく分けると、はい、もう言ったらそのスタイリングだけこの GR になってるヤリスと、はいはい、もう中身まで全部本気のヤリスの2パターンあるんですよ、はいはい、そうですね、でこっちの今回ご紹介させていただくのはもう中身も全部本気になって、はい、本気になってるやつです、はい、でスタイリングだけの方のやつだと、はい、あの GR じゃない普通の、うん、言ったらもう仙台ビッツの流れを継いでるヤリスなんですよね、はい、そうですね、はい、だからミッションも CVT だし、はい、FF だし、はいはい、パワーも出てないし、はい、っていうパッケージになる、うん、というわけで今回ご紹介させていただくのはその中身までしっかりやったモデルということで、はい、でこれ作りがすごいんですよ小島さん。なんですか。もうラリー直系のもう技術と、はいはい、もうそういうノウハウが全部入っている車ということで、はい、今回ちょっとこの熱量がかなりあるのは、はい、以前こう名古屋店でカスタマイズした車をご紹介させていただいたんですけど、はいね、その時に勉強して、はい、もうすごい感心して、はい、それをちょっと小島さんに伝えたいっていう、あ、じゃあ今日伝える、はい、そういう回でお届けします、はい、しま、でまずそのエクステリアのこのデザインに関しても、はい、これラリー直系のこの培ったこのちゃんとエアロダイナミックスを計算されたデザインということで、はい、めちゃくちゃレーシーじゃないですか、はい、なんかもう見るからに速そうっていう感じですよね、はい、通常グロスになるのがさらにまたマットになってるということで、はい、この辺なんかも少し違うと。そしてあとはこれバンパー自体もちょっと薄いらしいですよ、はい、あの軽量化のために、はい、あのバンパーの素材自体もちゃんと薄く作ってあるらしいです、はい、それを何と比べてというのがあるんですか。あの一般的なバンパーと比べて、バンパーと比べて、はいはい、バンパーって結構樹脂なんですけど、結構容量大きいんで重くなるじゃないですか、それをちゃんと軽くするために薄いバンパーにしてるらしいです、はい、なんでこんな感じの非常にレーシーなで、全部ダクトとかも全部ダミーじゃないですからね、はい、すごいですよね。グレーディングってダミーのやつありますよね。確かダミーだった気がします、はい。そしてこんなバンパーもそうなんですけれども、他のこうボンネットとかドアとかも、はいはい、なんとアルミということで、そうですね、軽量化ですね。非常にこう軽量化に貢献している素材が使われているということで、はい、結構あの国産車でアルミって珍しくないですか。あんまり聞かないんでしょうかね。ちょっとあんまり僕たちも国産車ってどっぷり使ってるわけじゃないから分かんないですけど、あんまり聞かないですよね。そうですよね、はい、そういった作りもなんかちょっとねアウディに近いというか輸入車に近い作りかなと思いますね。だから GR になると結構86なんかでも、はいはい、結構フェンダーとかボンネットがアルミだったりするんですけど、はいはい、うん、まあ、この辺なんかもパッと見分かんないですけど、はい、軽量化の意味合いのあるものをしっかり使って、はい、で前から見るとなんとルーフもカーボンルーフですよ。そうですね、はい、これ名古屋で撮った時に M3 じゃないですかって言ったんですけど、はい、まんまそんなノリじゃないですか。そうですね、まずちょっとね、素材見てもらうとねあれですけどね、ちょっとカーボンっぽくないですけどね。確かにちょっとあのステッカーっぽく見えますね、はい、けどリアルカーボンということで、はい、ちゃんとその重心高いところの軽量化が図られて、うん、はい、そして早速横に回ってきてもいいですか、はい、横このフェンダーですよ。こうね、これ寸法がえらいこっちゃになってるんですよね。1800、はい、超えてるんですよね。超えてます、はい、この この小さいのでね、全幅1800ですよ、はい、言ったらだって86とかよりあるんですよ、うん、欧州車の普通の3ナンバーのなんですかセダンとか、ね、あの級のワイドボディということで、はい、これだけフェンダーが出てると、うん、そして足元にはこちらのホイール、なんと単造ホイールで BBS 製ということで、はい、これもうすごすぎないですか。なんかもう
トヨタがこれを出してきてるんですよ。やっぱり GR ってやっぱり なってからっていうのかな、すごいですよね、作りが。もう純正チューニングカーっすよね。そうですね、はい。なんで今回こちらの18インチ 8J の、はい、で BBS もちゃんとロゴが入って工事度って書いてあるんですよね、はい。でもう見るからに軽量なホイール、はいはい、そして組み合わせるタイヤの方がミシュランのパイロットスポーツ 4S、はい、これもなかなかなくないですか、国産車このクラスで。そうですね、ミシュランの PS4 履いてるんですっていう、はい、でも本当になんかなんちゃってじゃなくて本気ですよね。本気の車ですよ、ね、本気の車です。はい、でその奥に見えるブレーキもなんと2ピースローターということで、はい、スリット入りのローター、そしてキャリパーも4ボットですよ、はい、で本当になんか欧州車のホットハッチとか、はい、の中でもなんかちょっと特殊なモデル、うん、急になんかこう力の入れようというか、うん、しっかり作ってある感が感じますよね、はい。まあ、このグレードですからね、レッドキャリパーもそうですし、あとこのマットのマットブラックのこの色もファーストエディションの特別カラーなんで、はい、そうなんですよね。キャリパーのでこう簡単に見分けられるというか、はい、あのスタイリングだけの GRRS はブレーキ入ってないんです、はい、パッと見で分かるんですよ、はい、分かりますね。そしてサスペンションの方も専用チューニングされたサスペンションがついているということで、はい、まあ、ラリー直径なんで少し車高高めですけれども、はい、まあ、走りの方も実際に乗ったことありますか。あのノーマラ乗ったことないんですよ。本当ですか。じゃあ楽しみですね。楽しみなんですよ。どんな感じなのか。だからちょっとテンション高いんですよ。そうっすね、名古屋で撮らせていただいたのはもうローダウンされてて、はい、車外の足回りになってたりとか、はい、いろいろ他にもカスタマイズされてたんで、はい、今回ノーマラ乗るのは初めてということで、はい、ノーマラがどれぐらいのパフォーマンスかっていうのを、ね、そうですね、ちょっと確認してみたいと思います、はい。そしてこの辺 GR のロゴが入ってたりとか、あとは全体的にサイドスカートなんかも少し張り出しがあったり、うん、であとは幅1800万のに長さこれめちゃ短くないですか。まあね、バランスがねちょっとね、やっぱりそのラリーというかなんかね、本当にスポーツですよね。本当に可愛いぐらいの全長ですけど、はい、もう幅に関してはもう1800以上あるということで。続いてこのリアフェンダーなんですけど、リアフェンダーのこの出っ張りもえぐくないですか。はい、もうオーバーフェンダーというよりも、ブリスターの方が近いですかね。そうですね、だから RS とかアウディの、まあね、そういうところそのぐらい出てますよね、うん、出てますね。そしてリアに関してもこんな感じで、はい、対向キャリパーの、はい、ブレーキになってて、はい、しかもリアもベンチディスクなんですよ、はい、そういうところがさ、なんかあれだよね、前はちゃんとしてるけど後ろちょっと手抜いてるっていうのがあったりするじゃない。たまに、まあ、割と車によってはありますよ ね、 ありますよね。そういうのはちゃんとしてるよね。でしかもこの辺のコンパクトカーって特にリアってこうベンチディスクじゃないのが圧倒的に多いじゃないですか、うんうん、リアに関してもちゃんとベンチディスクになってるんですよ。さすがに2ピースではないですけどね、まあね、うん、そして後ろに回っていくとこの大型のスポイラーがついてたりとか、はい、この辺だけあのGR じゃないヤリスの感じを感じますよね、ここだけ、まあね、なんか雰囲気だけは、はい、ただここのバンパー下のこの出っ張りでも全然別の車、はい、本当になんかあのポルシェのワイドボディのとか、うんうんうん、なんかあの M3 を後ろから見た時ぐらいのなんかインパクトありますよ。そうそうそう、ね、あるね、インパクトね。もうボディよりタイヤここ出ちゃってる感じ。そしてリアバンパーに関してもなんかその軽量になってるらしいです、うん、素材薄くして、はい、でディフューザー形状になっててマフラーもで、なんか読み物見たら下回りもなんか結構カバーがついてて平らになってるってことなんで、うん、まあ、フロアのあの真ん中ら辺ですかね。そうじゃないかな、なんかその辺の空力なんかも全部計算されてるらしいです、うん、はい。続いてじゃあトランクも見てみますか、はい、なんかこれワイドさからすると、はい、トランクの幅がちょっと足りないかなっていうぐらいなんですけど、これなんか資料を見たらゴルフバッグ2つとスポーツバッグ2つぐらいいけちゃうということで。本当に？じゃあいつもバッグ持っていきましょう。なんでこのシートが64で分割で倒れますんで、それ倒していただけるとその辺も入るようになっていると。こういう風に積むってこと？じゃあはい、これ取った方がいいかもしれないですね。取りましょうか、はい、あこれでもあれね、あ薄い柔らかいやつなんですね。薄いやつだね、引っ掛けるだけだ、板とかじゃないんですね、うん、こんな感じで奥行きはゴルフバッグいける感じなんで、これなんか縦にしていただいて、あ逆かこっちかで、なんか2個と、うん、なんか3個ぐらいいけそうじゃないですか。まあね、カタログはなんか2個とスポーツバッグ2個までいける、うん、あとタイヤ4本とヘルメットとジャッキぐらい詰めるっていう、うん、だから意外にこう荷物も詰めるということで、うん、そこら辺はねちょっとね国産っぽいですよね。はい、こんな感じの使い勝手になっております。そしてトランクといえばもう1点ポイントがあるんですよね、小島さん、はい、なんとこの下に、はい、バッテリーが、はい、なんかちゃんとこの辺も重量配分考えて、はい、トランクに持ってきてるらしいですよ、はい、まあ、基本的に FF ベースなんで、はい、まあ、フロントヘビーになっちゃうんです、はい、なのでその辺をちゃんとリアに荷重がかかるように、はい、重量配分考えて後ろにバッテリー持ってきてると、うん、はい、であとこれっすよ、ここね、はい、
これ知らない人は分かんないよね。これ何残っちゃうですよね。何残っちゃうと思う、はい、なんとインタークーラーにこう水を吹くシステムが入ってるということで、はい、なんかその熱気が外気暑い時とか、はい、あの温まっちゃった後でもインタークーラーがちゃんと機能するように水を吹くシステムがついてる、はい、これ室内なんかのボタンがついてるんですよね。ボタンありますね、はいはい、この辺もじゃあ今日熱い走りをして押してみたいと思います。いやいやダメでしょ。ダメだよ、ダメだよ。こんな感じになっております、はい。そして室内の前にルーフもこれ忘れちゃいけませんよね、はいはい、これちょっとあれっすね、なんかあのシートっぽいですよね、やっぱりね、ちょっとね。ただあのドライカーボンのパーツこう、うん、そのまんまクリア塗ってないでこう釜から出した状態って、うん、確かにこれちょっとそのまんまっていう、これって皆さんやっぱ気になりますけど、この状態で何年か乗ってるとどうなんですかね。どうなんすかね。でも逆にクリア塗ってないから劣化してないんじゃないですか。白くなっちゃうんですかね。分かんないです。そうね、はい、でもザラザラだからこれ何にもやりようもないですよね。だってワックスとか塗れないじゃん。塗れないです。フィルムも多分貼れないんじゃないですか。貼れないの、プロテクションみたいな。いや、ザラザラなの。あ、ザラザラダメか、貼れないか。マットのフィルムだったら貼れるんですかね。ちょっとその辺はじゃあ要確認して、分かったらインサート入れてください。はい、そうですね。あとはこのスポイラーがついてるんですけど、はい、なんかこの辺のなんかバランスの悪さを少し感じてしまいました。ここはね、はい、ここカーボンで、ここまた別のザラザラのパーツで、ここは半ツヤで塗ってあるって、はい、でこっちはこのスラックで塗ってあるっていう、ちょっと賑やかな感じを感じるんで、まあ、この辺は要ご相談ということで、もし気になる方が、まあでも見方によっては黒だから立体的に見えたりするんじゃないかな。そうですね、素材の違いでこんな感じの仕様になっております、うん、続いて内装を見てみたいと思います。でこれ内装の、まあ、一部でもあるんですけど、これボディがなんかめっちゃ補強してあるんですよね、うん、なんかあのスポットマシン200発ぐらいこうマシマシになってるらしいですよ。それはラリー用の方じゃなくて、じゃなくてあの標準のもう GR ヤリス、普通のヤリスよりかも200発ぐらいスポットマシがしてあって、うん、でなおかつそのパネルって最近接着剤でくっつけるじゃないですか、はい、それもなんか11メーターぐらい余計に使ってるらしいですよ、はい、だからもうボディ剛性が全然違うということで、ね、ドアの締まりが若干違う気がするんですよね、あの普通のヤリスとかと。あでも、はい、まあね、国産車っぽくないすっごいしっかりしたこう締まり方じゃないですか。さっきもお話したけどね、もうヤリスって名前だけど、そうなんですよね、ヤリスとも全く違うんで、ヤリスじゃないんですよ、ヤリスじゃないんですよね。そしてシートの方が今回 RZ の、ハイパフォーマンスということで、このウルトラスウェードのスポーツシートがついてると、はいはい、これヘッドレストにも GR のロゴが入ってたりとかして、うんうん、ちょっとあの結構こう厚みがあるというか、サイドにね厚みがあるよね。ですよね、うん、肩のところなんかも張り出してて、はい、ちょっと割とゆったりしてるのかなっていう感じのシルエットに、うんうん、はい。で名古屋であのご紹介させていただいたやつはもうフルバケになっちゃってたんで、あの純正シート初めて見ました、うん、そうだった。これ今回ちょっと市場で確認してみたいと思います、はい、であとステアリングなんかも本革のステアリングになってて、ステッチなんか赤になってるんですね、うん、そしてナビがついてるのも初めて見ました。あ、そうなんだ、はいはい、で意外になんかさっき確認したテレビとかもついてたりとかして、そうオプションでついてますね、はい、あのナビゲーションテレビキットかなセットっていうのがあります、ね、快適装備なんかも意外に残ってると、はい、であとシフトのところには切り替えがついてたりとか、コンフォートスポーツトラックのモード切り替えのスイッチがついてたりとか、 あと今回の車は、まあ、グレードによってなんですけど8スピーカーになってるということで、はい、最上級グレードになると走りもそうなんですけども、うんうん、その快適装備に関しても割と充実しているというか、充実してますね、はい、こんな感じの内装になっております、はい、続いて乗ってみたいと思います。割とこう開口部は広くて乗りやすい感じじゃないですか、はいはい、あ、マットもマットもですね、はい、GR ヤリスの刺繍入りマットということで、はい、こんな感じになっております、はい、そしてシートは純正シート初めて座ったんですけど、はい、めっちゃ高くないですか、ポジションがもっとなんか低く構えたいです、うん、はい、で高さも上げる方はいけますか、これで一番低くなんですよね。次は高さ調整とリクライニングとスライドっていう感じです、はい、そしてスタイリングはこんな感じで、まあ、太すぎず、あ、若干細いですかね、BM の M とかに比べたら細いですね。あ、全然細いですね。どんくらいだろう、ポルシェぐらいですかね、うん、割と細めのステアリングで皮巻きなんで割と質感はいいです。でこの辺オーディオのマルチファンクションだったりだとか、はい、え、 ACC ついてるんですかこれ。これはねオプションです。レーンキープ的なのとか、レーンキープもそうですね、はい、あとヘッドアップディスプレイもそうだし、はい、バックカメラもそうだし、センサーもそうです、全部一式になってるのがついてます。でクルーズコントロールもついてて、はい、はい、新車で27万ぐらいです、ね、はい、じゃあ今回じゃあ装備もかなり良くなってるんですよ。装備ですね、全部ほぼついてますね、はい、そしてメーターこんな感じで、アナログメーター、アナログじゃないですかやっぱりこういうスポーツ系の車は、うんうん、で真ん中にインフォメーションがあるタイプ、そしてボタンもなんと GR になってるということで、はい、ちょっとかけていいですか、はい、はい、
ター見ておっと思いませんか。280キロ。そうなんですよ。出ないですよね。200ね、最高30何キロですよね。出してますもんね、はい、なんと280キロメーター。輸入車じゃないですか。もう輸入車でもしかもその上のグレードのそのぐらいの、これギャップがすごいですね、うん、こんな感じのメーターになっております。でステアリングに関しては調整は全部手動だ。この辺は本当に省かれてるというか、はいはい、余計ななんかその重くなるような装備はついてないということで、メーターじゃないで、ナビはこんな感じでテレビ付き、はいはい、その他はまあ一通りついてる感じですよね。ワティコネクトがついてるのがオプションなんですよね、はい、テレビと。そうなんですね、はい、なるほど。え、じゃあフル装備じゃないですか。ほぼフル装備です。でナビに関してもいつものトヨタの表示って感じです、はい、こんな感じで、はい、そしてこれでもちょっとこの視界は遮ってないんですけど、ちょっと気になるかもしれないです、位置的に、このデカさ的に。それ見慣れてないからね、多分ね、はい、トヨタ車でも結構今ちょっとね低いのもあるけど、はい、うん、あのスポーツなんでもなくてもいいかな。そしてこんな感じでエアコンは普通のデュアルになってるんですか。はい、デュアルです、はいはい、こんな感じのデュアルのエアコンと、はい、その他装備は特にないですよね。ないです。なんかシートヒーターとか。あ、これついてる。シートヒーターとステアリングヒーター、これオプションなんで。ステアリングヒーターもついてるんですか。ついてますよ。それオプションなんで両方ついてます。マジっすか。ついてます、はい、超快適じゃないですか。快適です、はいはい、そんなのもついてて、 USB がついてて、あとシガーと、はい、あとモード切り替えのダイヤル、スポーツとノーマルと、あとトラック、はいはい、こんな感じでついております、はい、でこれで、四駆の配分が切り替わったりだとか、ね、はい、だとメーターの表示が切り替わったりする、こんなのもついてて、はい、あとマニュアルですよ。マニュアル、なんとびっくり、このグレードによってですけど、うん、このグレードに関してはマニュアルしかないんですよね、うん、いや今時マニュアルしかない車ってあります。いや、そこがやっぱり本気度をね感じるよね。やばいですよね、うん、なんか売る気がないというか。いやいやなんかたくさん売る気ないじゃないですか。まあまあね、なんかもう本当に好きな人にだけ届けたいっていう、はい、そういう車の感じがプンプンします、はい、でシフトもこれ普通の車じゃないですよね、はい、超クイックというか、うん、ここでちょっとさ、車好きな人は分かるところだよね。これちょっと普通の車じゃないなっていう、うんうん、もう本当に レーシングカーとまでいかないですけど、うん、もう超スポーティーなシフト、うん、もう遊びがないですもん。だって早く乗りたい感じ。早く乗りたいですそして当然のハンドブレーキと、あとはこの辺。え、当然なの。当然じゃないですか。いや当然だけど、はい、この車には当然だけど、はい、これで電子だったら本当にもう動画やめるよね。やめますね、この時点でね、はい、ここまで来たらこれセットですよ、もう。そうね、これで電子ブレーキだったらもう本当にどうかしてるぜって感じだ。そうそうそう。そしてペダルに関しては当然マリアナなんで、このスリーペダルですけども、ちゃんとステンレスのカバーもついてて、うん、でなんかうちのカメラマン役結構あの踏みやすい、ヒール2がしやすいとかっていう、うん、ちょっとこの辺も乗ってみたいと思います、うん、JBL のスピーカーがついてるんですね。そう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 。え、めっちゃ豪華じゃないですか。そして天井に関してはこの黒いファブリック、バイザーも黒いタイプ、この辺は質素でいいですね。電気この辺、多分この辺がイヤリスと同じぐらいじゃない。イヤリスと同じぐらいじゃない。この蓋のチャチさ、はい、これやばくないですか。これチャチーとか言っちゃってるよだからちょっと触ってくださいよこれ。いや、わかるわかる、はい、言いたいことはわかるよ、はい、うん、すごい、もういいよいや逆に好印象なんですよ僕的に、はい、めちゃくちゃ好印象です、うん、こんな感じのインテリアになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンの方が 1.6 リッターの3気筒ターボ、これ馬力がびっくりしました、はい、272馬力ってことで、はい、すごくないですか、ね、出せるんですね。天禄で272馬力ですよ、はい、それトヨタがリリースしてくるんですよ、はい、でそれをマニュアルで操るということで、ね、もう楽しみでしかない。楽しいです、はい、でトルクの方が370ニュートンということで、あのこれエンジンの方もただチューニングしてこのパワーが出てますよということじゃなくて、うんうん、あのパーツに関してもすごいスペシャルなものが組み込んである、はい、あの中空組み立てのカムシャフトだったりだとか、なんとエンジンに関してもバランス取りしてるらしいです、はい、で職人が一機一機こう手組みしてるということで、うんうんうん、もう AMG じゃないですか。 AMG だね。名古屋の時も全く同じこと言ってるんですけど AMG 級のスーパー効率悪いことを今の時代にやってるんですよ、うん、しかもあれだけプリウスとかエコカーを売ってるメーカーがそれをやってるんですよ、うん、そうね。でなんかこれ横に匠ステッカー貼ってあるんですよね。どこのところに確か貼ってな、貼ってあります。そうだ、本当そうなんですよ。あ、本当だ。それがあの職人のその匠の技で組み上げたっていうことらしいです。そこをさ、はい、もうちょっと出した方がいいんじゃないの。そうですね、ここでいいと思う俺。ねえ、そこでいいよね、はい、せっかくここバチンってもう、うん、AMG をちょっと見習ってそうもうサインぐらい入れてもいいと思う。そこはね、はい、だってガラスにサイン入れるぐらいだからね。そうですね、うん、
そして他パーツとしてもすごくスペシャルになっててエアクリーナーもなんか高回転でなんか吸気音が、うん、あの大きくなるような仕組みがついてたりだとか、はい、あとこれに組み合わせる四駆の方が先ほど触れた GR4 っていうその、はい、ダイヤル切り替えのやつですね。それでノーマルが基本フロント60リア40なのがスポーツにするとフロント30リア70 70なのでリア用になると。あとトラックにすると50対50、あとは、その他4駆のバランスなんかもミル機構なんかもついてますので走りの方もその辺で切り替えられると。あと RZ のハイパフォーマンスになるとなんとトロセンの LSD が標準装備になるということで、はいはい、トロセンなんであの機器はマイルドだと思うんですけども、うんうん、あの普通の一般的な車よりかもはるかにこうコーナリングで踏んで加速していけるような仕組みになっていると、はい、こんな感じのエンジンルームになっております、はい、続いて東海路見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。はい、上げます。意外に普通なんですよね。普通だね。ちょっと高回転でねちょっと変わっていく感じかな。音はちょっともうちょっと正直頑張ってほしかったです、うん、でレスポンスも上がるのはめちゃいい気がします。はい、行きましょう。シフト最高。いや本当にいいっす。ヒーターの、はい、でもヒーターにあれだね、オンオフだけだねこれね。あ、そうですね、段階ないんですよ。段階ないね、はい、だとスイッチすればこれですか。オートブリッピングしてくれるんですか。そうそう、うん、これ入れとくとオートブリッピングしてくれるんですか、うん、そう IMT、 はい、よいしょ。あ、ちゃんとあのアイドリングストップは精神衛生上良くないんで、うん、はい、これにアイドリングストップいるかって思うね。で、バックはこのスバル車とかと一緒のこの上げるタイプですよね、うん、はい、はい。あ、ハンドル軽い、うん、最初に乗ってもらったのは本当に改造車なんで。ああ、こういう感じですね。あ、クラッチは結構軽いんで、うん、まあ、乗りやすいっては乗りやすいですけどミートポイントが結構後ろの方ですね、うん、あ、車軽い。え、車めっちゃ軽いっす。軽い軽いけど硬い。でステアリングは中でその切り返しで切ってた時は全然軽いんですけど走り出すとすごいステアリングの手ご…あ、間違えた走り出すとすっごいステアリングの手応え感じます、うん、え、これノーマルこんな感じなんですね。え、すげえ。え、どういう感じ。いや、もっとなんか改造してたからこうなってるんだと思ってたんですけど、うん、名古屋に乗せてもらった時、うんうん、って言ってもプーッと走っただけなんですけど、うん、もう純正でもすごい。どうすごいんですか。この箱感と箱感、うん、それしかもロールケージも入っちゃってたんですよ、うんうん、だ全然普通のヤリスの参考にならないんですけど、うんうんうん、すごいこれ。やる気出していいですか。何が、はい、やる気出します。大丈夫。チャリン、チャリンだよ、チャリンだよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ご購入ですよ。いや、もう正直お金があったらこれ買いたいんです。お金があったらってお金ないんじゃないって言ってんの。いや、でも意外にこれ人も乗れるんですよね。後ろ今乗ってますけど、うん、全然超快適とは言わないんですけど、うん、大人4人乗っても大丈夫っていう。排気音はうるさくないですけど、うんうん、吸気音、吸気の音とこの、うん、何ですか、エンジンの音と、うん、排気音だからもうちょっと頑張ってほしいですよね。ああ、だからその
足硬っ。硬いねこれね。これすごいっすね、うん、うわステアリングめっちゃ手応えありますよ、うん、いいっすか踏んで。はいどうぞ。早い。あでもあれね、なんだろう、めっちゃ速いですこれ。輸入車の四駆ってすごいのかな、ちょっと怖い気がするね。あ飛んでく感じしますね。飛んでく感じするよね、うん、これ超面白いんですけど、これ速い。速いね、はあ、四輪でもう蹴っ飛ばして飛んでく感じしますね、うん、ブーストかかるともうグーッと車前出るですもん、うん、ちょっと怖いなこれ、うん、いやでも運転してるそんな怖くないっすよ。あそう、はい、助手席だとなんかいつものその安心感がないそれあれじゃないですか、この何ですかボディがこう、うん、なんて言うんだろうな、あんまりこう緩衝材が入ってないというか、うん、音が聞こえるのもあると思います多分。多分ある、あるんだろうね、うん、ちっちゃいし、うん、いやちっちゃいかはどうかあれだけど、これ早いな。ちょっと待ってください、これトラックにしましょう。あトラックにするとここが赤くなるという、はい、今トラックですよ。超速いっすよこれ分かりました。この音は吸気音が相当こう演出されてますね。でしょ、そんな感じするよね。マフラーの音をちょっと欲しいっす、うん、はあ、いやでもすっごいトルクある。ちゃんとこう少しパワーバンド外れてても、うんうん、全然アクセルオンで進んでいくし、うん、あれ一周で終わっちゃうの今日。えもう一周いいっすか。じゃあ真っすぐ行くのかな。すいません、いや調子に乗るなって言われる。えいやこれすごい速い。速いし、なんかそのステアリングもすっごい切り応えあるんですよ、うん、だから例えるって、いやうちのチャンネル、まあ、輸入車に乗ってる方多いじゃないですか、はい、輸入車に例えるとしたらって、例えられられます。難しいな、例えられないっす。全く次元が違うというか別の感じ。でもなんか本当になんかモータースポーツモデルに近いっていうか、うんうん、もうそれをめちゃくちゃ感じますよ、うん、あのルノー系な感じかな。それは難しいですね。だから対向車って何なんだろうねこれね。まあ相手と戦うんですか。ラリーで戦ってるあの辺の車種じゃないですか、うん、ヒール2は僕にはできません。でもこれ街乗りでも普通に乗れますか。あ全然乗れますね。乗れます、はい、全然乗れます。ただ足硬いんで、うん、同乗者からは、うん、ちょっと品種を買うかもしれないです。そうかな。まあでも、うん、車高低いのに乗って慣れてる人だったら、そうっすね、全然大丈夫ですね。でもこういう細かい段差とかも結構ダンダンって感じじゃないですか。ダンダン。でもこの車に快適はだってこのボディサイズでさ、この足回りで快適はないね。だからこれ街乗り最強かもしれないですね。負けないですよ多分。何に負けない何に負けない。4号シリーズとか、うん、あの辺とタメ張って走っていけんじゃないですか、うん、下手したら、うん、排気音の演出はやっぱり全然ないよね。そうですね、うん、ステアリングはすごいんだよな、うん、あとブレーキも、唐突な効きじゃないですけど、うん、ちゃんと奥でしっかりこう効くんですよね、うんうん、あちなみにブレーキパッドもこれスポーツパッドらしいですよ。あそう、うんはい、そうだよね、うん、普通のブレーキパッドじゃないらしいです、うん、
っていう割にはちょっともうちょっと初期精度欲しいなと思っちゃいました。あ、そう。はい。まあなんかもうペダルっていうかそのパッドがローターにタッチしたらもうなんかグッてくらい、うん、多分でも多分操作しやすいようにってことなんだと思うんですけど、癖がないように感じてるよね、多分ね。ちょっと初期精度は甘めですけど奥は本当効きますね、グッと止まる、うん。じゃああれかな、やっぱり関東の辺で行くとめっちゃ曲がりますよこの車。首都高とか走ったら面白い。いやめちゃめちゃ楽しいと思いますよ、うん、これめっちゃ曲がるこの車で。これ多分新車で400半ばぐらいで、うん、オプションつけて500万ぐらいなんですよ、うん。まあ、今市場でも500万ぐらい車は買えないからって言って、うん、落ちてないですよ、ね、落ちてないんですけど、その金額って、はい、もうぶっちゃけ個人的にありだと思います、なしだと思います、乗ってみて。全然ありだと思います。ありですか。むしろこの内容を見直したら、うん、その金額でこれが出せるのってすっごいと思います。だから他の海外の輸入車メーカーがこれと同じことをやってこようとしたら、うんうん、もっといくんじゃないですか、うん、多分。正直なところこれすごいですよ。でこのトヨタの信頼性ですよ。ちょっと、うん、インタークーラーのウォータースプレー押していいですか。あ、どうぞ。これは乗ってる人に何が分かるんだろうね。何も分かんないよね、音だけね。分かんないです。富士とか回らないと、うん、終了状況待ってください。はい、OK です。気が済みました。気が済みました。やってみたかった。でステアリングヒーターはこことここが暖かくなります、ね、うん。ヒーターはね、あの いい感じで熱すぎず、はい、あの多分そんなになんていうのかな、調整ついてなくても大丈夫な感じ。大丈夫な感じ。早い本当に。ちょっと一回スポーツもしていいですか。スポーツの方がリア寄りなんですよね、うん。これちょっとジムカーなとかやったことないですけど、やってみたいって思わせる。速い。間違えた。欲しいです小島さん。いや、これはこれ見ていただいてちょっと体感していただければ。いやでもこれは少し踏んだ方がいいと思います、この車。いやでもこれ、はい、うん、いやめっちゃいい車だな。だからなんかちょっとそういう高級さを求める人には、うん、とか、あと本当の意味でのその快適さを求める人に関しては、うん、全くお勧めできないと思うんですよ、うん。まあ、いくらなんかクルコンついてます、テレビついてます、うん、ステアリングヒーターついてますとかって言っても、うん、なんかもうそこじゃないじゃないですか、まあまあ、うん、はい、ドアはもうペラペラだし、うん、はい、外の音めちゃくちゃ入ってくるし、うんうん、乗り心地も悪いし、うん、はい、だからそこに関しては本当にその何ですか、このモータースポーツ直系のところプラスアルファで一応ついてますよっていうところなんで、だからそこを求めない人に関してはもう本当にもう評価できない車になってくると思うんですよね、うん、はい。ただそこモータースポーツとかそういうちょっと乗って楽しい系のが好きな人に関してはもう120点ですよ、もう100点以上です。だからセカンドカー的な感じでもいいかもね。ああ、もうセカンドカーでもメインでももう、うん、もう本当に好きな人だったら、だからオープンカー買う感覚の、はいはい、そのちょっと趣味的な、ああいいかもしれないですね、車として乗っていただく。場所も足らないしこのサイズなら、そうそう、うん、はい、いやー楽しいっす、ありがとうございます。いや今日はね本当にね、はい、ツッチ楽しんでんなっていういやいや、もうだって小島さんから入庫したよっていうのを聞いた瞬間にもう撮りましょうっつって、うん、はい、乗らせてくださいっつって、はい、乗ってみたいですっつって、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、じゃ最後になりますけども、はい、最高でしたですね、はい、はい、もうこういう車に乗りたいです。買っちゃうかな。いや買っちゃいたいんですけど、価格も結構するじゃないですか。しかもこう高値安定じゃないですか。安定だね。そうですよね、はい、だやっぱりこう本当に好きな方に届いてるんだなっていうのをすごく感じました、うんうん、はい、で今回結構輸入車を引き合いに出させていただいたんですけど、はい、
別にこう輸入車の下に見てとかそういうことじゃなくて、そうです、僕たちは今普段輸入車扱ってる人たちが乗ったらこんな感じかなっていうところですよね。あと輸入車ってやっぱり日本とちょっと規格が違うじゃないですか、うんうん、ドイツ車なんかと速度レンジがすごく高かったりとか、うんうんうん、あとモータースポーツ直系の車を出してたりとかってするんで、はいはい、まあ、そこになんかこうトヨタがそこにもこう戦えるというか、うん、もうそこと見比べてもなんかこう遜色ないような車っていうのはやっぱりこう素晴らしいことだなと。そうですね、今までそういうのがあんまり表立ってなかったのかな、はい、そうですよね、っていうのがもう本当作れますよっていうのがこう出た車じゃないかなと思います、ね、今回本当に感心したし感動しました、はい、でこういった車も買い取りもお任せいただけるということで、ぜひですね、はい、ぜひお問い合わせください、はい、というわけで今回はトヨタ GR ヤリスをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。